はい、酒好きな俺の飲酒動画始めていきたいと思います。今回は、日本酒ですね。しめはりつるの、吟醸生貯蔵酒。こちら、夏季限定だったはずですね。確かね。で、売ってまして、値段が400円ぐらいだったかな。300ml。です。用冷蔵。うん。ね。しめはりつる。夏季限定、5月から8月限定と。で、製造年月日が、製造年月日が14年の6月の19日。あ、1ヶ月経ってはいるね。アルコール度数が15度。原材料名が米、括弧国産。米麹、括弧国産米。醸造アルコール。精米部合が 50% となってます。それでは。いただきたいと思います。乾杯。うん。これロックだ。これロックで飲もう。ちょっと氷持ってこい。一応ね、冷やしたんですけど、冷蔵庫で冷やし、まあ、今日買ってきたばっかりなんですが、まあ、冷えてたんで、ちょこっと冷蔵庫で冷やして、見たんですが、若干やっぱキンキンぐらいに冷えないとね、個人的にこれは、美味しくないんじゃない？乾杯。うん。あ、これ飲みやすい。癖がない。結構、水みたいな感じです。味があんまり、酒っていうか、日本酒の味があんまりしないんで。うん。うん。うん。女性の方でも美味しくお召し上がりいただけるフルーティーな吟醸生貯蔵酒。うん。口当たりはまろやかですっきりと爽やかな味わいのお酒です。麹の香りを抑えてあるので麹臭くなく、日本酒が苦手と感じる方にも美味しくお召し上がりいただけます。ああ、確かに。これは確かにそうですね。これあれだわ。うん。ほとんど癖ないんで、八海山みたいな感じで、八海山っていう色より、星の乾杯みたいな感じですね。かなり癖がない。うん。いや、俺もに、日本酒あんまり好きじゃないんで、やっぱ麹臭いのがね、うん。そこがあれなんですよね。なんですが、これは、あ、これは美味しいですね。以前飲んだ、隠れ。あれはちょっとね、あんまり美味しくなかったんで、うん。個人的に、あまり、
あれは、やっぱ麹臭い。うん。まあ、最近ちょっと、評価見直して、やっぱ三つ星だったんですけど、二つ星に下げまして。うん。あ、これ美味しい。美味しいっていうか、すごい、癖がない。淡麗辛口。これはロックで飲むべきですね。日本酒とかプラス 3.5 ってなってんで、辛口ですね。うん。うん。うん、美味しい。あれ？これ540円もしたっけ？あ、割と高いのかな？あれ？そんなにした覚えないんだけど。400円ぐらいで売ってた気がするんですけどね。まあいいや。あ、定価540円ってなってるな。あ、これはね、淡麗で美味しいですよ。これはあんまり麹臭くないんで。うん。水みたいな。結構水に近いっていうか。スーッと。うん。入ってくる。そして、深みっていうか、絞りたて、以前飲んだ、しめはり鶴のね、絞りたて、生原酒に比べると、全然、これは、ふくよかな香りとかがないんで、もうキリッとしてて、コクもあんまないですし、うん。これは美味しい。人情か。うん。まあ、しめはり鶴っていうと割と、コクはあるのかな。結構甘めのやつですからね。でもこれは全然。うん。ないんで。確かに、日本酒嫌いな人でも、美味しく飲めるんではないかなと。思われます。うん。やっぱ日本酒はね、なんかね、つまみと一緒に食いたいですね。飲みたいですね。日本酒はね。日本酒は、缶詰的な、缶詰のなんかのつまみと一緒に食いたいですね。なんかなかったっけ？つまみが、なんか持ってくるか。
はい、久々につまみです。ライトフレーク、まあ、いわゆるツナ缶です。これを、俺基本的にツナ缶って、すごい油が、半分ぐらい油入ってるでしょ。だからそれを一回切って、ギューってこの蓋でこうギューって押し潰して、で、醤油入れて、なんだ、マヨネーズ。マヨネーズと醤油で、を入れて、あとこうやって混ぜれば。ああ、うまそう。これマヨラーなんでね。なんでも結構マヨネーズは。で、特にね、マヨネーズと醤油は非常に合うんですよ。例えば、あんまりしょっぱくない鮭に、魚ね、鮭に、マヨネーズと醤油で混ぜたタレを、ぴょっと加えて食べると、うまい！うん！うまい！あ、うん。しょっぱい。しょっぱいけど、まあ、うまいです。2014年2月20日の、なんか、記事がありますが、締め張り鶴が高い利益を上げる理由、美味しいお酒ですね、と感想を述べたら、このお酒、年間でどれだけ売れてるか知っていますか？と聞かれた。年間おおよそ20億円の売り上げだそうだ。マジで？驚いたことに9億円程度の利益を上げてるという、45% の売上高、利益率ということになる。そんな儲かってんの？ 1 年間で9億だ。マジで？宮尾酒造？そんな売れてんの？これ。宮尾酒造は上場してないので、この数字は公表されたものではない。まして何年も前、それも酒の席での話であるので、正確な数字ではないと思っていただきたい。はあ。いまいち上場とかの意味がわからない。ちなみに、いいちこの三和酒造、種類か。いや、霧島の霧島酒造のような大手焼酎メーカーは年間に700億円ほど売り上げがあると。まあ、700売り上げあるって言っても結局、利益がどんだけあるかですね。なるほど。だから、700億円売り上げても、その、いろいろ経費とかで、400億円ぐらい、飛ぶ計算ですよね、多分。だから、純利益は多分、まあ、それでも300億円ぐらいあるのか。なかなか興味深い話です。片や伏見の大手酒造メーカーでも200億円から300億円程度は売るだろう。締め張り鶴の売り上げは決して大きくない。その時の経営者の解説によれば、締め張り鶴は問屋などを通さず、商売店や酒屋あるいは消費者に直接販売するという。嘘。問屋のルートを通さないので、売り上げは大きくないが、高い利益率は確保している。一方で大手の酒造メーカーは、問屋のルートを利用してきた。だから売り上げは多いが、問屋にマージンを結構取られ、利益率は非常に低くなるという。ああ。
なるほど。問屋が悪いことをしているわけではない。問屋も懸命に頑張っているが、全体として利益率が上がらないの。日本酒の流通について理解するためには、戦後からの流れを考慮する必要がある。戦後しばらくして、世の中が落ち着いてきたとき、東京などの大都市でも美味しい酒が飲みたいというニーズが出てきた。しかし、関西や新潟あるいは東北の美味しいお酒をどうやって東京に持ってくるかというのは大問題だったという。なるほど。例えば戦後10年が経った昭和30年でも、まだ新幹線も高速道路もできていなかった。電話もほとんど繋がらない状況だし、テレビもまだ白黒の時代だ。そうした時代にどうやって新潟の奥地から東京に酒を持ってくるんだろうか。日本には昔からそうや、ね、日本には昔から、そうは問屋が卸さないという言い方がある。それだけ問屋は強力な存在だったんだ。いまいち問屋の意味がわからないね。江戸時代でも、問屋を通じて米や酒が全国に流通していた。戦後直後でも問屋のネットワークを活用して全国に酒を流通させることができた。それが当時の正しいビジネスモデルであった。全国の有力な酒造メーカーは問屋のネットワークを活用して販売を伸ばしてきた。メーカーは良い商品さえ作れば、あとは問屋がそれをしっかりと売ってくれたんだ。いわゆるメーカーと製造者の関係ですか。問屋っていうのは製造者っていう意味なんですかね。製造者は違う、間違えた。メーカーは製造者。問屋が販売者です。多分。ね。そういうことなんでしょうね。問屋っていうのは俺いまいち、今ね、問屋ってあるはあると思うけど、聞かないですからね。残念ながら高度経済成長が終わり、日本の市場が成熟化していく中で、こうした大量生産、大量販売方式の流通では、利益が上がりにくくなってきた。マスマーケティングの時代は終わったと言われることになる。本当にマスマーケティングの時代がすべての商品で終わったかどうかは別として、日本酒の世界ではシメハリツルのような全く違った流通方式が高い業績を上げているのは事実だ。ああ。なるほど。シメハリツルはやっぱり、問屋を通さない。いわゆる販売会社を通さずに、自社販売ってことですよね。自社販売してるっていうことなんですね。メーカーが最終的な消費者や商売店に直接販売することが可能になった背景には、インターネットをはじめとした情報ネットワークの高度化があると、あることは明らかだ。また、宅配便のように、ような小口流通、物流の革命が大きい、低コストで小口の荷物が運送できることになったことも大きい。市場の成熟化に伴い、消費者が多様性を求めることになったこと。そして、小口の流通や物流が可能になったことが、マスマーケティングを少しずつ壊し始めているんだ。なるほど。重要なのは、これがお酒の世界ではなく、あらゆる分野に広がり始めているということだ。まだまだ長いね、ちょっと。きついわ。これ全部読むのはきついですけど。大体ね、分かったでしょ。つまり、
利益率というか、純利益率は、締め張り鶴は高いと。ただ、締め張り鶴の会社はそこまででかくないので、製造の量自体は少ないんで、うん。ですが、ってことですよね。製造の数は少ないですが、純の利益率は高い。多分普通の純利益率の、この霧島酒造とか、2割とか3割ぐらいじゃない？この話からすると。ね。下手した。そうか、霧島酒造って結構でかい会社だったんだな、やっぱな。あと、イーチコの酒造もね。そっか。イーチコの酒造って結構でかいんだ。霧島酒造もやっぱりでかいんだな。まあでも霧島酒造って言ったらまあどこのね、酒屋でも売ってますからね。コンビニですら売ってる。どこのコンビニでも売ってるぐらい。黒霧島なんてどこのコンビニでも売ってるでしょ。まあそんだけ、いわゆる問屋。過去販売者が頑張ってるってことです、ね。うん。結局ね。問屋が頑張ってくれてるってことです。おろしてくれてるってことです。製造者は、生産者は、生産するだけ。で、いいわけですからね。結局ね。販売者は販売するだけ。結局、この、まあね、利益は持ってかれるけども、販売できるんだったら、まあ結局のところ、長い目で見ると、まあ当然、知名度も上がるだろうしね。販売者が良ければ。当然、まあ今のまで言うと、まあ結局 CM とかですよね。コマーシャル。とかの、まあサントリー。主にサントリーとかの販売者、まあ各卸業者が、すごければ、まあ、簡単に言うと、ウイスキーのね、クソまずい、まあ、角瓶とかでも売れちゃう。CM をされまくれば、ね、角瓶とかのまずい酒でも、ウイスキーでも売れちゃうっていう。いかにその卸売業者が、すごいかって。うん。いかにその、CM っていうのが大きい。CM がね、いかにでかいシェアを持ってるか、その売り上げのね。うん。ああ、締め張り鶴は、基本的にインターネットの販売を極力避けるように言われてるらしいです。蔵元さんがね。だからレアらしいです。なるほど。まあ、締め張り鶴はね、美味しいですからね。特に俺は一番安い、花が一番俺はおすすめだと思ってます。逆に。逆にね。
ああ。なんということでしょう。ああ、俺っちの大切な、なんだ、ユニクロで買った、ユニクロで買った。いや、ユニクロで買ったボクチンの、あれが、びちゃびちゃになってしまった。これ結構いいんですよ。これなんだっけ？エアリズムだっけ？ユニクロのエアリズム。すぐ乾燥したりする。なんか、肌着ですね。肌着。いわゆる肌着です。ああ、もう。これ結構いいですよ。汗もすぐ乾いたりする。関係ない話になりましたけど。ああ、もう美味しい。うん。まあ、これは普通に美味しいでしょう。まあ、食事となんかと合わせるとまた、より美味しくなるんではないかな。これ自体が、やっぱり他の食事の味を邪魔しない系列なんで。系の味なんでね。まあ、甘みもそんなにないけど、まあ、普通ぐらいか。うん。ね。これは結構美味しいです。2334 ご視聴ありがとうございました。